なかなか周りの方もお強くて、本当にもっともっと頑張らないといけないなってすごい毎日思うんですけれども、皆さんがついててくれるから絶対にこのイベントで私は勝つんだって気持ちを持って、5日目の最後の枠、この枠も楽しく皆さんと過ごしていきたいと思っております。早速お星様とかカウント本当にありがとうございます、ね、早速ですが大佐さんちゃんありがとうございます。よろしくお願いします。そしてヤマシーさんこんばんは。今日関ヶ原の会場でアイドルパス買いましたってことでありがとうございます。嬉しい、よかった、皆さんの手元に届いてすごい嬉しいです。今日から関ヶ原歌姫合戦2021が始まっているんですけど、そちらの会場の協賛ブースでラックユアイドルパス販売させていただいているということでブースがあります。ぜひゲットしてみてください。この日限定のクーポンもあります。あ、サイサイさんホイホイありがとうございます。ホイホイよろしくお願いします。そして五十嵐さん こんばんはありがとうございます。お疲れ様ですということで、本当にね今日一日お疲れ様でした。おつゆ様です。よろしくお願いします。そしてゆったんさんおつゆすです、ありがとうございます。お疲れ様です。おつゆすです言えなかった。よろしくお願いします。そしてはちみつ兄さんおつゆす様でございます。今日もありがとうございます。お願いします。あ、皆さん本当にカウントもありがとうございます。あの50カウントもすごく大きな力になりますので、あの本当にねみんなで力を合わせて絶対に勝ち取りに行く、そして大好きな地元福島県の、アピール PR を皆さんと一緒にできるように頑張りたいと思ってます。この配信ではですね、各回によってそれぞれ福島県の例えばクイズとか方言とか、あと、まあ、そもそもこうどういうあの地名があって、どういう場所があって、どういうなんかイベントがあるとか、美味しいものは何だとか、いろんなことを皆さんにお伝えしているんですよ。だから一回も見逃すことなくね、この後配信で言ったらあと9回しかないんですけども、各回全力で届けますので、どうかどうか福島県のことを知ってもらえたらありがたい、嬉しいなっていうふうに思います。ね、本当にね、あ、ゆかてんてさんもこんばんはありがとうございます。改めましてよろしくお願いします。いやもう今日はなんかですね、ちょっとボキって言いそうでボキって言わないんですけど、なんかあのバタバタしちゃって、もうここ1週間、下半からの1週間が結構そうですね、下半と同じぐらいなんかやることがちょっと多かったので、ちょっとね。あれでした、ゆったり配信できなくて皆さんに申し訳なかったんですけど、なんとか間に合った今日はいやーと言って、見逃さない、はちみつ兄さんありがとうございます。ね、どこよりも福島愛が強い、まあ、まさにこのルームに来たら福島にもうね帰ってるような気分になるような、そんな配信だと思ってます。あ、マー君さんこんばんは。ちっちお誕生日ルームから来ましたってことで、お誕生日ちちちゃんおめでとうございます。改めまして、もっとゆっくりあの見てたかったんですけども、そうすごいなんかあの自分で言うのもなんなんですけど、なんか今日本当になんかせわしなくてなんかバタバタしちゃって、本当に23日という日をねもうすぐ終わっちゃうけども、なんかあのねもっと堪能しながらねまったりと過ごしたかったんですよね。なんですけど、すごいなんか私にしてはなんか謎の分刻みみたいな珍しいことです、これは。あ、ご在寺さんありがとうございます。ハロータなんですか、嬉しい。嬉しい、私もハロータなんですよ。どこ推しですか、誰推しですか。私はモーニング娘。2-1 の森と千咲ちゃんを中心にあのハロープロジェクト全体を応援してます。感も高まりましたね今。嬉しいです。たまにハロプロさんの曲を歌ってますよ。はい、そんな感じで、よし、ビシバシとちょっとね頑張っていこうと思います。もうすぐ今日という日が終わりますけども、今日振り返ってみても、いろんななんか、はい、あのご紹介しました福島県の、まずねあのうまくてしょうがねえと朝鮮漬けの二大巨頭と言えるほどの美味しい美味しい福島県のご飯のお供を紹介したりですとか、あとそうですね、あの、あ、読みにくい地名駅名クイズ、そしてこの月金エースのパーソナリティ MC の方杉浦アナのこと勝手に調べてクイズにしたりとか面白かったです。今日も一日内容がねそれぞれね面白いなって思って、自分で言うなって感じですよねでも楽しく私はやってたってことを今言いたかったんですよ。すいません、
江戸さんだ、江ノ島からこんばんゆす、ありがとうございます。元命一押しは、かなともさんですか？この間、バイベおめでとうございました。ね、セクシーキャットの演説を歌ってくださったと聞いて、私は行けなかったんですけども、娘オタとしては嬉しくなりました。に、あー、え、によし、ヨハネさん？私もね、ヨハネちゃんが推しなんですよ。でも、美容の中ではですね、リカ様とヨハネチンを応援させてもらってます。三星マリア、マリアンラブリンですって言って。おー、高まりましたね。うおー、もうね、私もホームラン打てるぐらい頑張りたいと思います。江ノ島海岸で星集めてきますね。江ノさん、本当にありがとうございます。力になってます、江ノ島の星。エルちゃん、ただいまお帰りなさいませ。よろしくお願いします。そして、コンチくんがこんなにたくさん、風船、ぶわーってありがとうございます。嬉しい。こんなにたくさん打ち上げてくれてありがとうございます。皆さんもありがとうございます。ね、そんな今日はですね、最終枠、夜にふさわしい配信をしたいなと思って、今日は気合を入れてやってまいりました。ですね、私、普段、さっきも言った通り、ラックユーアイドルパスあるかな？ないか。あるよね。あれ？これだ。こちら、最新号マネキケチャさんです。今日、正式な発売日を迎えました。最新号、クーポン付きのアイドル専門誌のアイドル編集長として、アイドル活動しながら、作らせてもらってます。こんちくん、こんなにありがとうございます。青も。ウィングさん、こんばんは、ありがとうございます。お願いします。で、私は編集アイドルとして活動しているので、この今回のマネッキチャさんのインタビューも担当させてもらったんですよ、実のところ言うと。なので、インタビューしたりすること結構多いと思うんですけど、今回はですね、ちょっと生インタビューをこの場でやろうかなと思ってます。ハロータレキ途切れることなく長くやってます。いつからなんだろう、気になりますけど。素晴らしい。私もさっきもね、左右の曲聞きながらね、いましたよ。サユートピア。おかえり、サンマリキン、食パン3斤と17円のもやし買ってきた。お得。お買い物上手。ありがとうございます、ナーさん。アイドルパスネットで注文したよ。ありがとうございます。生写真が今回ね、通販からとつくので。いやー、ということで、もう59分か。だいたい0時ぐらいに生インタビュースタートするよと、その相手の方には伝えているんですけども、果たして出てくれるのかわかんないです。忙しい方なので。忙しい、ちょっと都会人の方に福島県に関するちょっとインタビューを、音声でね、ちょっとつないでやってみようかなと思うんですよ。スピーカーだけどね、ちょっと。ということで、別な端末から今ちょっと早速かけてみたいと思います。そろそろ出入りの時間だわー。楽しみですね。さて、出るのか出ないのか。まあ、出ても出なくてもかけてみたいと思います。出るかな？全然聞こえにくいかも。やめちゃ笑っちゃった。聞こえますかね、皆さん。果たし皆さんて。聞こえます？どこがスピーカーなんだべな。どうも、ちょっと待ってね。私も今、ユスさんのショールーム見よう。ちょっと待って。はい。しまいばった。今、配信中で来た。ですね、今ちょっとインタビュー、生インタビューつないだのは、今、ミストースポというね、すごく大きなイベントの中で、なんか独走中の人気女 のありねえこと、渡辺ありささんという人につなぎました。ありがとうございます。私も今星投げました。どこにいるの？今いる。でも私、渡辺ありさっていうのがいます。星投げてる今。めっちゃ星投げてる。ありがとうございます。この渡辺ありささんという方はですね、本当にマルチに活動されていて、そのミストースポの件も皆さんぜひ、今まさに戦ってますよね。はい、戦ってます。あれ、なんかちょっとユースさんの声が遠くなった。嘘。もしもーし。はい。もしもーし。もしもーし。もしもーし。聞こえます。あ、ありよがとうかっございたよかっます。た。今スピーカーだからちょっと聞こえにくいかも。大丈夫、今聞こえた。そのなんというか、
というかっていうか、そういうね、本当に賞レースでも戦って、ミスコンでも戦っているけども、はい、あのライターとしても活躍が目覚ましい、素晴らしい存在。嬉しい、ありがとうございます。そんな風に言っていただけて、芸歴1万字アイドルだからね。めっちゃ言うやん。めっちゃいろいろ言うやん。そう、そんな渡辺さんが、はいはい、私今回ちょっとこのさ、福島県の月金 S さんって番組のリポーターのショールームオーディションに参加してること知ってますよね、ちなみに。はい、聞いてます。もちろん存じ上げております。なので、まあ要するに福島県に関することをすごいこの番組でめっちゃ毎回伝えてるんですよ。そう。でも、そう、私という福島県民の側の意見だけだと、ちょっとなんかさ、あのいろんな目線がからこう伝えられないんじゃないかなって最近ちょっと思ってて。ああ、なるほどね。そう、大会5日目なんですよ、今日がもう。オリンピック風に言うと。やってらっしゃるんですね。そうなんですよ。だからちょっと実際にちょっと福島に行ったことのある都会の、都会生まれ都会育ちの、まあヤンキーみたいな人に、いきなり悪口言われてる。ちょっと強めにちょっと客観的な意見をちょっと聞こうかなと思って生インタビューをしようと思いましたという感じですよ。ありがとうございます。それはすごい多彩なアリ姉さん。はい、あってデイリー、はい、サイサイさんもデイリーを投げてくれました。あ、すごい、すごい、アリサちゃん頑張って応援してるんですね。あ、私ちょっと今、私も試しにユスさんになんか投げよう。あ、今クマエモン、クマエモン、あ、初見の渡辺さん、クマ投げました。やった。そんな、あの、気使わさんな、ごめんなさいね、なんか本当に気使わさんな、なんか本当いいのに、そんなね、投げてみました。クマ投げてくれるアイドルなんてなかなかいないから、やっぱクマさんだ、可愛いなと思ってクマ投げてみました。すごい、まだちょっと余ってるんじゃないか。VIP だね。ちょっと余ってるんで、何かバラとか投げとこじゃ。そんないいんだよ、本当に。そんな、なんか、いやいや、ありがとう、なんかバラの花とクマを抱えて私は今日頑張らせてもらいます。いやー、はい、一気に渡辺有沙が1位に。ありがとう、本当に大きな力になってますよ。ちょっとね、はい、厳しい戦いなので、え、アイスまで、そんな、そんな、なんか私もらいに来たみたいでじゃん、なんかその人の位置にお邪魔して、なんかなんだかもらいに来たみたいだねみたいな。いや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 、申し訳ないわ、まさかのなんかタレントさんにもらえるなんて、ね、そうね、さっきまで福島県郡山めっちゃ目立ってたじゃないですか、開会式。いや、それが私さっきまでめっちゃ編集に追われてて、実は、そんな、何にも見れてないんです。そんな、めちゃめちゃ目立ってましたよ。そうなの、福島の方がみんななんかそういうことを連絡くれて、うん、福島すごいね、すごいねって言ってくれて、なん、ほんと何にもわかんないままなんかカタカタやってたんよ。もう、あ、すごい、負けじとですよ、レインさんとはじめしんさん、ありがとうございます。負けじとじゃないか、あれ渡辺有沙さんに負けじと、ありがとうございます。釣られて投げてくれたハート。お、はちみつ兄さんが自動投稿ハート100個受け取ってってやつやってる。すごい、すごいですよね、ありがとうございます。いやー、頑張んないとな、私本当に。でも実際、あ、マー君もありがとうございます。まさかの、そんな、そんな、やっぱ渡辺有沙効果すごいですね。ショールームってね、あんまりこういうのあげるね、あれがないので、もうユスさんで使い切るように。いや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 、そんな、花もありがとう、ありね、まさかの、そんな、そんな、なんだけど、そんなハートまで、そんな、そんな、昨日ハート1位取ってたもんね、ありね、ね、そう、あの、ありがたいことに、はい、ハートいただきまして、たくさん嬉しいです。すごかった。いやー、なんかあの、福島目立ってたって聞いて、はい、まあ、全然見えてないけども、うん、で、なんかさ、うん、あの実際にめちゃめちゃ目立った、うん、あ、そうなんだ、悔しい、主役だって今回、まあ、悔しい、もう本当にやばいじゃん、私もう福島県民を名乗れないかもしれないぐらい恥ずかしい。間違いない、もう一番今今年の主役も福島ですよ。じゃあ私さ、福島県民でこのイベントに出てるってことはさ、うん、やっぱ主役になれるかな。あー、うん、多分なれますよ。
なれるよね。あの郡山背負ってますからね、ユスターは。そうだよね。福島県郡山を背負って立つ女ですから。そう。なんか私、あの、うん、星をね、投げるのすごいショールームで、すごいじゃないですか、なんか。本当に。確かにね、なんかすごいですよね、ショールームは。何周ってやつが。でも私は本当にその星を投げるっていうのとかちょっとさ、なかなか皆さんにうまくお伝えできてないなと思ってたけど、やっぱ私が星なのかなって最近思ってまして、わしが星じゃと。そう、わしが福島の星だから。新しすぎ。だから私が星なんだって思った。ちょっと強く、すごいたくさんの皆様本当にありがとうございます。発想何。しかも多摩の森のトトロさん、ありがとうございます。そうだよね、私が優勝しないで誰が優勝するんだと。頑張れ、ありがとうございます。本当に驚いてんじゃん、トトロさん。私が欲しいって驚いてるみんな驚いてる、その発言に。でももうそれぐらいの気持ちで勝ちに行かないと私福島に帰れないの、ね、もうこの月金イエスさんでさ、あのさ、勝てなかったらさ帰れないみたいな、それぐらいの気持ちでまあいるんですよ。確かに。でも実際アリメが福島に行ってみた時のちょっと感想を聞きたくてね、うん、都会人がそう行った時どうでした。福島に行った時の感想。そう、もうなんもない。なんもねえな。この街なんもねえなって思いました。うわ、本当に今本当にもうね、ここにいる皆さん101人が全員ね狂って、渡辺瑠璃さんの方敵になった。え、私今みんな敵に回した、100人ぐらい敵に回しちゃった、もしかして一気に。宮坊さん今ね1000万両ありがとうございます。1000万両くださった宮坊さんはもう福島県民ですから、うん、今福島から見てますから。ごめんごめんね、うん、何もないって言っちゃった、ついうっかり。そう、いい意味で、いい意味で、そうそう、いい意味で何もなかった、あのごちゃごちゃしてない。だってウィングさん自体がもういい意味ですよね、笑ってついてるもん。ごちゃごちゃしてて、ごちゃごちゃしてない感じがいいですよね。あ、本当にだから、あのなんかユスさんのさ生誕ライブで郡山行ったじゃないですか、はいはい、その時になんかあのライブでユスさんがあの今日は一番暑い福島で一番暑い夜にしようねみたいなこと言ってたんですよ、はいはい、言った言った。あの時私多分ツッコミで、いや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 、この辺本当に人通りないから別に頑張らなくてもここが一番人口密度高いよって言った気がするんだけど。まあ、本当にその感想のまんまよ。確かに駅前では特にね、キャパシティの広い場所でしたから特にそうだよね。そうなんですよ、あのマジで誰もいなかったから、すごいありねーって。江野さんも正月かっていうくらい誰もいなかったので、まあ人口密度は圧倒的にここが高いだろうなっていう印象でしたね。しかもなんかあの郡山駅前って一番人通りが多いんですよ。そこで人がなんかいないからって、なんか今日どっかでお祭りやってるんですか、なんか今日駅前に人いないですねってありねーに言われた時に、なんもないよみたいな、ここが一番人がいるんだよって言ったのを覚えてます。本当にいなかった、昼間なのに全然人歩いてないじゃんと思って、すごい面白かったことを覚えてます。私は人いないなって。コメリとセブンがあるよって、ね、うん、いいけどそれはそれでね、全然。うん、じゃあさ、なんか福島県でやってみたいこととかないですか、例えば降り立って福島県でやってみたいこと。うん、食べてみたいでもいいし、福島県でやってみたいこと。ちょっと待って、一回これちょっと一回ゆうさんの配信から出てきた、なんかちょっと音が混乱してたんで、福島県でやってみたいことってなんだろう。何、イブなんかある？今イブが隣にいます。あ、クリス、猫ちゃんのクリスです。クリスじゃないです、イブです。イブですね、イブなんですけど、なんだろう、なんかやりたいことあるかな。あ、でもあそこ行きたい、また白井、白井だ、薄いか、薄いか。私知らない、薄い。知らなかった。薄いか。そう、デパートです。郡山駅前の。郡山駅前の薄いに行きたいです。私。なんでですか？え、なんか前さ、ゆっさんがあのなんかキャリーケースぶっ壊れた時にさ、はい、なんか薄いのビトンの店員さんが出てきてくれてさ、こう。ちゃんとぐるぐる巻きにテープでしてくれたりとか、優しかったじゃないですか、すごく。確かに。なんかあんなに人のいい人たちがいるさ、お店で買い物したらすげえ値引きしてくれたりするんじゃないかなと思って。そんなことはないっすよ。すっげえ値引きしてくれるのかなって。なんかだってすごいいい人だったじゃんみんな。そう、一流のデパートなんです、薄いって。あ、そうなの、初めて聞いた。なんかスーパーみたいな名前だけどね、名前だけ聞くと。
いやもうねすごいんですよ、ヴィトンもあればロエベもあるしティファニーさんもあるし、ね、そうだよね、結構高級ブランドいっぱい入ってましたよね。そう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 、うん、でさ普通のちなみにあの一流ブランド、うん、私が PR モデルを務めております、うん、アイズモメン切れ物さんも入ってます。うすにあすごいすごい、じゃあヨシさんもヴィトンの仲間入りよ。もうヴィトン仲間入りですね。もうあれじゃん、もう薄い薄いのもうもうモデルみたいなもんじゃないですか。そうそう、薄いを上げて郡山を上げたモデルですもんね。そうやっぱ福島の星だったらもうそれぐらいの勢いだから、やっぱりすごいすごい、もうこれは優勝するでしょ、ヨシさんが。そうだよね、そうですよね。私ここで取らなくちゃいつ取るんだと、もう月金ユスなんですよ、ね、このタイトル多分月金ユスなの、 S じゃなくて多分名前まで変えようとすな。もうそれぐらいの勢いで自分の都合で番組名変えた、すごいね。そうなんだ、じゃあやっぱでもアリネーはやっぱりそのさ、うん、あんまり田舎に来たことがないですよね、うん、あんまりないですね、あんまり、うん、関東圏からそんな旅行とかの趣味も私実はあんまないんで。え、じゃあさ、じゃあさ仮にさ結構最近福島で移住生活とか移住計画っていうのが流行ってて、やっぱり、うん、あコロナ東京ね、コロナだしね、そう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 、地方にみたいな、うん、できるからリモートで、ね、うん、そうだからさ、それだったらさどう、うん、どうですか。やだな、なんでやだな私は東京にいたいな。え、それはそれはなんで、だってこんなに素敵なところがいっぱいあるよって私毎回言ってるじゃん。素敵だと思う、うん、素敵だと思う、もちろん福島はすごい素敵な場所だと思うんですけど、やっぱなんかこう人がいないのちょっと寂しいかもしれない。あーなるほど、人かちょっと、もうちょっともうちょっと人がいっぱいいた方が私いいかな。あのなんかなんだかんだ私ごちゃごちゃしたところでずっと生まれ育っているので、はいはい、人がいないってなると怖い、怖くなっちゃうんだよね、寂しくなっちゃうかも。でも星はいるよ確かに星めっちゃ綺麗そう。じゃあ私という星ね、私。星、あ、え、そういうこと？あなた絶対福島県にいるから、どんな時でも。ああ、まあ確かにね。うん、まあそれがまあ行きたい理由になるかどうかはちょっとさておき。まあ星がね、あの本当に福島は綺麗だと思うので、空気綺麗だからね。そうだね。そっちの星もこっちの星も綺麗だから。ちゃんと綺麗にね。うんうん、夜空が見えるんだろうなっていうの、あと景色もやっぱいいですしね、あとご飯も美味しいし、うん、ラーメンも美味しいよ、うん、ラーメンも美味しいの、北方ラーメンね美味しかったし、そう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 、あとまあ人もやっぱ優しいよねみんなね。だから住まないわけがないんだよもう私たちがマジで、皆さんだったらルームシェアしてあげてもいいしさ、ほんとおじいちゃんとおばあちゃんになってもめっちゃ説得されてる。うん、え、でもイブが嫌がるかもよ、イブが嫌がるかもしれない、うちの猫が嫌がるかも。いやいや、自然豊かなところでさ、みんな猫ちゃんもワンちゃんも住みたいと思ってるから自然豊かな場所でのび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 暮らしたい。いやだからね、どちらの星も素敵って、カモいるよってナさんが、ほらいっぱいいろんなものがいっぱいいるから、カやだよカやだよ、かゆくなっちゃうそれはメリットじゃないでもいやです本当にね、うん、こういう都会人の方が、うん、福島に住みたいって言ってくれることがすごくこう大きな力になってくるので、うん、だってイブが今にゃーっつったんだけど、とイブはどうなんだろうね、住みたいって、うち猫が住みたいって言うならまあいいかもしれない。じゃあ、うん、クリスから説得して、あのぜひともこれから頑張ってね私たち一緒に福島で暮らしていこうってことで、それでいいですかねなるほど、ちょっとイブをまずじゃあ説得して、でもこいつな多分チュール 2,3 本あげたらもうすぐコロッと説得されちゃうから、すぐ賄賂に釣られてしまう男なので、うん、この猫はちょっとねちょろいかもしれない、行きましょうか、ね、ということで結論まとめると、渡辺有沙さんはもう福島県に住むという意思があるということで一人福島県民が増えたところで、私のこの配信はかなり有意義だったのではないでしょうか。そうですね、すっげえ無理やり結論付けられちゃったけど、ね、まあでもあのうん、まあいいとこだとは思います、はい、皆さんいいとこだと、私が住むかは別としてすごくいいとこだと思うので、なんかこう空気が美味しいところで生活したいなって人にはおすすめですね、福島県はね。そうです、なので皆さんぜひそういうことで、ってことでですね、実はねまあ大体20分ちょい前に終わらないといけないんですよこの配信、時間制限があって、うん、なので、うん、最後あのミストースポの次の何か一言だけもらえますかね、告知本
当、あ、ごめんなさい、なんか人の配信で告知しちゃって、すいません。あ、はい、あの渡辺愛理さんです。なんかツイッターとかで、ミストスポの、配信、あの、うん、毎日やってて、それを告知もしているので、よかったら見てもらえると嬉しいです。はい、この人が未来のグランプリです。可愛い猫ちゃんと一緒に生活してます。絶対ツイッターでフォローして見てみてください。ありがとうございます。ということで、このままもう私は終わってしまうんです、配信。本当に渡辺さん、ありがとうございました、はい、今日は。ありがとうございました。ではでは、失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、宮本さんもありがとうございます。はちみつみさんも。では、そろそろ終わりたいと思います。あ、切れちゃったので終わりたいと思います。皆様、明日の配信も12時からよろしくお願いいたします。時間ギリまでありがとうございました。後でまたツイッターにまとめます。すいません、世話しなくて。ありがとうございました。